おすすめ聞いたらメロンパンとあのアンパンがおすすめって。ああそうなの、ね。もしかしたらひなこちゃんっぽい寄ってたかもしれないですね。だって結構100年って書いてあるから。チームのひなこさんが学生ライフを過ごした。すごいディープなロック。この通り自体がそういうあれなんだよね。ビーズの稲葉さんの出身地でもあるんですよ。これすごくねこれ。レアだね。レアすぎます。でこの辺に稲葉化粧品が あるらしいですね。稲葉さんの。そうだね。あここ？あった。ここ。はやてです。今日はねどこに来ているかと言いますと、ここがねなんとあの有名ゴルフの有で有名な渋野日向子さんの出身校でね。見ますか、全国全英女子オープン渋野日向子。で渋野日向子さんが学生ライフを過ごした津山なんですけども、まあそれよりもねビーズの稲葉さんの出身地でもあるんですよ。ビッグスターがもう育った町なんでね。やっぱちょっとね、僕も学生なんで、やっぱどんな学生ライフを過ごしてたかっていうのがね、結構気になるんで、結構その稲葉さんの実家って、うん、そうね、その辺行ったら多分そうですね、その辺が多分ね、一番盛り上がってるとこなんで、うん、行ってみましょう、はい、この辺に稲葉化粧品が あるらしいですね。稲葉さんの実家が、結構レトロだね。そうだね、水虫は通ったんだけど、やってないね。でもあ、ここ？あ、あった。あった。やってないよね。あ、でも。稲葉の顔っすね。だね、多分これ、閉まってる時に見えるやつよね。わー、閉まってる。しかも、水曜日定休日なんじゃ。駐車場ね。全部稲葉。これ稲葉さんのお母さん。178。稲葉。名前じゃないね、これさっき語呂合わせの。クニコさんですかね。あ、そうだ、クニコ。クニコさん。そう、クニコ。駐車場。いっぱい稲葉ありますね。神社の家の前ってね。うん。新地通りっていう、なんかね、うん、ここはもうちょっと飲み屋街的な。そうですね、このね、あるじゃん。おお、市役所近いから、ちょっと市役所関係の人が多いですね。サービスランチ安いよね、サービスランチ、ね、ありがとうございました。ビーズ、若い28年ぶりのつやも公園も
あったってことだね。そうですね、多分ね、この感じだとね、1991年です。あ、でも、ご飯屋さんだ。ランチ安いね。そうですね。安い、めっちゃ安くない？ボリューム満点。食べ放題らしいですよ。ビーズカラオケ大会。毎年一回や。こういうのが多いですね。こうね。すごくねこれ。あるんだねこういう。あるんですねこういうの。カフェ、これ最近できた感じ。レアだね。プレミアすぎますね。この上にも大きく、こんなんあるの。すごいっすね。いらんくなったやつ。あ、かもしれないですね。かもしれない。すごいディープなロック。この通り自体がそういうあれなんだろうね。多分そうですね。まだ安い。大正9年から。絶対美味しいですね。うん。ちょっと買おうかな。え、何買ったの？僕はおすすめ聞いたらメロンパンとあのアンパンがおすすめって。ああ、そうなの。じゃあどんな感じ？もうこんな感じなんです。すっごいなんか僕が結構おやつとかで食べてたんですよ。近くの駄菓子屋とかで。もしかしたらひなこちゃんもここ寄ってた。かもしれないですね。だって結構100年って感じだから。うん。大正9年。大正9年だから。ひなこちゃんもちょっと学校が、ね、帰りにちょっと。もしかしたら本当ね、食べてたかもしれない。で、ビーズの稲葉さんもちょっと寄ってたかもしれない。パクって食べる、ね。うん。なんか不気味な。鳥がいる。うわ、匂いがさっきなんか廃墟の匂いが。確かにするな。結構本当に渋野日向子さんとかね、稲葉さんとかね、本当にやっぱすごい人をね輩出してるところなんで、やっぱりぜひぜひ本当につやまい。つやまい。終わりましたよ、もう。終わりました。今日はこんな感じで。大丈夫な、本当に。なんか、まとまってないけどな。昼間に来たのは初めてだけど。まあ、でも、城下町ってことだね、こうやって。そうですね。あ、これ味があるな、そういう場所だよね。というわけで今日は終わります。あ、バーとかもあるんだね。終わります。まだまだちょっとチェックしていこうかな。それではまた。何これ。終わろうと思ったけど。すごくない？アルマンド。あ、違うな、これバーカウンターみたいな。そうですね、なんかこれクラブ。キャッシャーみたいな。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録も
よろしく。